明日夜は月が遠くで泣いてた。ロッテかなんか2回ぐらい蹴ってんちゃう。蹴ってる蹴ってる。ロッテがその時ドラフト3位かなんかだよ、うん、ドラフト4位か。あの本田やな、社会人な、本田のな、うん、どうしたよ。それがどうした。え、2回ぐらい蹴れなかった。蹴った。もう1回蹴ってるんだ。2ちゃんも蹴った。2ちゃんも蹴ったな。あれ2ちゃんも1位やったっけ。あれ1位やったんちゃうかな。1位か2位の近いな。蹴ったな。蹴ったな。巨人がいた。うん、な2回蹴ってな、もう入ったもんな。ほんまに好きやってんな、あれ巨人が。巨人、あの菅野も1回蹴ったな。菅野、あ、菅野蹴ったな。あれ日本ハムが取ったんや。日本も蹴ったよな、1位で。そうあの時はだから巨人と富士であれやって、うん、なんでその次が巨人一本釣りやったからよかったよな、あれも。なあ、おじさん腹かっ、どっちにしても1位指名しても消えへんなるから。そう他の球団もリスクやしな。だからあのお父さんはあれやろ、あれ原監督の兄弟、原監督のお姉ちゃん、妹の旦那の子か。そう旦那の子やね、うん、そうで原監督 の、うん、お父さんも東海大相模の監督やったんや。原光さんやろ、うん、知ってるやろ。全部知ってたけど、でもともと福岡かなんか出身やったんじゃん、うん、原監督も。そうやろ。そうやんな、全部そうやんな、うん、全部知ってる。東海大相模やろ。原監督も一回なんか爆打かなんかで一回おかしなって一回やめたな。爆打ちゃうやんか、あれ何やったっけ。あの女性問題。あ、女性問題。1億払ったやん。1億全部知ってる。へぇ、そうなんや。1億払いましたよ、はい、全部知ってる。全部知ってる。そうはどうした。そう今年、去年のあれ、ポピュラスいる。ポピュラス去年のドラフトはどうやった。去年ドラフト阪神誰取った。阪神ですか。阪神ですか。それが、それはどうしたんですか。いや、誰が取ったんかな。いやその話しました、立浪。いいわ。阪神誰取ったん。でもあれ、立浪監督もめっちゃ厳しいもんな。立浪監督はあの茶髪とかヒゲを禁止にしたけど、うん、でも秋季キャンプの時は寄り添っとってん、うん、茶髪とかヒゲ禁止って言ってから選手が構えとってん、うん、でもそれを寄り添うように積極的に接していったけど、うん、春の秋季キャンプは距離を置くって言ってたな、うんうん、やっぱりやっぱ監督とな選手やしな、うん、そう、うん、で落合監督はもう言ってん、うん、あのコーチ陣になんて指示出したかしてる、うん、選手と、うん、選手を殴るなと、うん、で選手と飯は行くなと、うん、一線を引けと、うんうん、そう何が誘われても言うて。まあな、やっぱ距離は大事やもんな、うん、距離は大事。うん、そりゃそうやわ。落合監督本出させてる。一緒に、俺持てんやん。どうしよう、見せよう、見せよう。なんていう本覚えてる。落合博満は嫌われた。え、覚えてない、覚えてないじゃん。嫌われた監督の落合どれ読んだん全部それ。あの、ハムは読んだ。おお、ハム。おお、ほんまやな、すごいな。特独であの、新幹線、酒飲みながら飲んで。絶対覚えてない。でも落合監督大好き。いや、ドライやな。ドライ。そこがええよな、やっぱり。そうやな、もう淡々と。そう勝たせるためには手段を選ばないと、うん、俺も巨人の原監督のあの采配も好きやね。結構こだわってワンパターンとかで、ね、こうで変えるとかすぐ変えたりするやん。いやけどちょっとあれやで、あかん。原監督はあかん、うん、ちょっと最近は瞑想してる。瞑想してる、うん、瞑想してる、うん、ちょっとあかん、うん、あかん。落合監督なんかだって単車え、あれだから今監督は誰が一番好きなん。俺は立浪監督やな。それ個人的にはまだ監督になって。いやだってあの森の時の話してるエピソード全部知って。落合監督なんて言ったかしてる。なんてた。秋季キャンプの時になんてた。森野にお前レギュラー取りたくないのかって、うん、はいって言ったよ、うん、その時はもう立浪監督が当時もう中日で言ったらスター選手、うん、ベンチで座る場所も決まってるし、うん、もう何が何でももう講演会もすごいね、もう名古屋やったらもう立浪監督推しみんながもうこう、うん、立浪ってこう盛り上がっていて、うんうん、ここを怪我したらあかん聖域やね、うんうん、あれ知ってるやろ自国のノック全部知って。全部知ってる。病院運ばれて、森。知ってるって。知ってる。全部知ってる。何時間ノックしたの。知らんよ。何時間やったん。何時間やったん。2時間以上。2時間あんまり2時間でもって全然やん。違うんですよ。森野が、落合監督が何て言ったか知ってる。しんどくなったら自分からグラブを外せって言って。ほんで、もう、落合はノックを左右に振れん。ただ取れるやつをポン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 打つ。楽やん。楽やから余計にやらなあかんからな。ほんで落合は座る場所を三遊間から見える場所ずっと座っててんや、うんうんうん、ほんでだんだん年々やっぱその三遊間がアウトになってたやつが抜けていっててんや、うん、
で立浪のほうが37歳ぐらいやんか、うん、でもうその衰えを感じ取ったんやろな、うん、森野もくすぶっとって26歳か7歳で、うん、東海大相模出身やられドラフト2位やろ、うん、ずっとこうくすぶってて、うん、でお前レギュラー取りたくないんかって葉っぱかけて、うん、取りたいですって言って、うん、取りたいですって言ったけどやっぱ当時はもう異様やったやっぱりもう立浪のドラゴンズやったから、うん、まあなこれはほんまに、うん、もうやったらそれだけやってきたもん、うん、18歳でゴールデングラブなんか取んのか今誰しとるもらんねんから高卒で、まあまあ、なそれはほんまにすごいことやねんで首位打者とか取るより俺はすごいと思うんでゴールデングラブやもんだってショートでやでしかもゴールデングラブ取るっていうのは、まあ、18歳で18歳ほんで 10.8 のあれ国民的行事してるやろ巨人と同率首位の時の全部してる、ね、名古屋球場の時の、うん、あの時8回でもう負けとってん負け決定や、うん、ほとんど 3点差で、うんうんうん、あれヘッドスライディングしてん立浪監督うん全部してるよ脱白してん脱臼か脱臼か全部しようだから名古屋のファンはそういうのをもう見てるから、うん、何が何でももう立浪やねん、うん、だって代打で出てきた時の歓声も人一倍すごいからああそうやなあれはすごいでほんまにでもそれが時を経ていろんなことがあったけど中日ドラゴンズに帰ってきたわけや帰ってきた帰ってきた12年かかったよちっちゃいめっちゃ知ってるやんほんま10年かかったよ、うん、ただうん、前のオーナーとかの兼ね合いがあってやっぱほんまに悔しい思いしたと思うででも清原さんも好きやもんな辰巳監督のことな好き好きやっぱめっちゃ推してるもんなそう、うん、あの臨時で来るかもわからんかな周期か、うん、ああもしかしたらな清原あそこはほんまにかなり推してるわ面白い面白い、うんだからほんまにあの時代を育って同じ釜の飯を食った仲間っていうのは強いよ、うん、強いな片岡とのこの絆とか、うん、ほんまに片岡とやっぱ立浪これはすごいよ、うんうん、片岡もあの京都出身やな、うん、でもしょ、うん、あのリフォームかあるな風呂屋かなんか京都のどこなん京都のどこやったかな知らん知らんの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 自分で調べとこはまあ京都 そこまで後でそこまで後でそこまでそうやなそうやなまあでもほんまにノックをして、うん、ノックをしてても自分からグラブを下ろさんかったから森野はでぶっ倒れたんですよえそうなほんで入院して点滴ですよあノックでだそれぐらいまあでもそれがなんか今パワハラやみたいに言うけどやっぱそういう根性大事やんなだって落合監督って練習嫌いやなんやらとか俺流やとか言われてたけど、うん、人一倍だって練習やんかだってキャンプの時してるやろ大体4回やって1日休むとか3日やって1日休むとか、うん、もうあれやんかレギュラーシーズンと一緒やん6日やって1球休みみたいな、うんもう体慣らしてるってこと慣らしてるってことその前もって2月1日のキャンプインのって2月1日プロ野球選手にとって正月やに2月1日が、うん、ここと始めやうんそうですよなそうやねここと始めちょっとだなやまあまあ正月、うん、そうです正月、うん、それもなそれはでもすごいよあのまあちょっと今年あれだけどじゃあ11ドラゴンズ期待したいですねドラゴンズはやっぱ期待したいよな俺は応援行くよ名古屋にうん言ったでうん行く行く絶対うん行く辰巳監督に会いたい会いたいな会いたいんや。握手したい。あと握手して、ちょっとなんか一つだけ聞くとしたら聞きたい。もう一つしか聞かれんねん。な一言だけ声かけるとしたら何を声かけるドラゴンズを変えてくださいおー。でもそんなドラゴンズファンちゃうやん。いやファンじゃないけど、思いっきり、思いっきり阪神ファンやん。いや、阪神ファンやけど、これ今年は中日優勝してもええわ。おー。阪神ファン妥協する。妥協する。それぐらい思いをかけてるわ。阪神ファンからしたら怒られるで。叩かれるな。いやいや、根性がちゃう。ほんまね、まあまあ、立浪監督の。で、立浪が好きってことやろ。まあそうです。中日ドラゴンじゃなくて立浪が好きだよ。今いろんな話してるけど、バリバリ立浪、ただただ立浪が好きなだけや。長嶋監督が好きな人とか、ね。まあまあまあ。